ポートサイド地区ポートサイド公園ポートサイド公園は横浜市神奈川区のポートサイド地区にある都市公園である2001年グッドデザイン賞受賞ポートサイド公園はポートサイド地区の片平川下流港湾部沿いに位置し一部は片平川を挟んで高島水際線公園と相対する東公園は1991年から翌1992年に かけて実施された国際設計コンペにおいて応募件数171件の中から最優秀賞になった長谷川後期のデザインによるデザイナーズパークであるギャラリーロード側から公園に入るとうねる芝生があり長谷川は広報誌ギャラリーロード第4号の中で幾重にも折りたたまれた芝生は太陽の動きによって刻々と姿を変える適度な傾斜は腰を下ろしたり 寝そべるのに最適であり、水面を望む観客席となると語っている。水際に沿って約400メートル続くプロムナードは、えのきの並木と石畳が特徴となっている。一方、水際には、吉原が復元され、吉原の上に突き出る形の木製デッキが設置されている。この他、公園の東端と西端には、アルファベットと数字が表記された円柱が設置されており、 中にベンチを設けたりが完璧付近の音を拾う、集音機と接続するなど様々な機能を持たせている。東公園はアートデザインの街をコンセプトとして開発されたポートサイド地区を代表する芸術作品の一つであり、公園自体の魅力に加えて、その立地や景観の良さから市民や観光客の憩いの場として親しまれているほか、対岸の JR 高島線を走る、 貨物列車の編成全体が見渡せることから子供たちにも人気がある。ただしデザイナーズパークである東公園内に遊具は設置されていない。東公園は2020年時点で一部隣接のインターナショナルスクールホライゾン学園との間に未整備の区画があり、東公園の整備は部分完了の状態のままである。しかし未完成ながら、 年月とともに老朽化も進んでおり、これまでに、うねる、芝生の崩落箇所の復旧や、木製デッキの張り替え、ベンチの修繕などが行われてきた。また、デザイナーズパークであるがゆえに、オリジナルのパーツが入手不可能なことも多いとみられ、壊れたまま放置されたり、他の部品で置き換えられたりしてしまっている箇所も、散見される。なお、 公園内での自転車の走行は禁止されており、公園管理者によって作成された走行禁止の表示が公園内のあちこちに掲出されている。ただし、公園内はポートサイド中央交差点を避けて、主に中央市場通り方面横浜駅駐輪場、港未来大橋方面を自転車で行き来する人々に近道として利用されており、高速で走り抜ける自転車も少なくないため、 子供を遊ばせる際などには注意が必要である。など、ありがとうございます。